よし、始めていくか。もうね、やっぱりなんだ？あれ、動かないわ。でもなんか楽しくなってきたね、やっぱ。もうすごいね、お化け足疲れたんだけどな。おぉ、なんだこれは。でさ、このね、滑るのよ。滑るんだよね。よし、いらないよ。置いとけ。あれ？おぉ、なんかやる気出てきた。滑るんだよね、なんて言うのかな。危ない。あ、わかった、赤いスイッチだ、あれ間違いないわ。あれはできたら赤いスイッチで、なんか保護されるんだよ。ね、ここも滑るんだよ、この今登ってるとこも。危ないなぁ。殺せ。羽はね、何でも殺せる羽は。あれなくなった。あー、中間かよ。ここで中間？あ、お、勝負してやるよ。ほら、ほら。勝負して、危ねえ！え、なにお前、うわ、マジ？なんか投げてるし。ほら、危ないって。もう、いい加減にしろよ。あー、しかもジャンプで投げてくるの？危ないって、もうなんか訳がわかんないから。わけがわかんない。わあ、もう、いけ。これは、無敵じゃないのか、キノコか。オッケー。もう、わけわかんない。はい、チョコトッパ、チョコトッパ。わけわかんないから。危ない。何でしゃがんでんだよ。あーあ、なるほどね。いやー、まいったなー。前回のね、なんだ、あったでしょ、多分赤い、違うわ、赤い、なんだ、赤の、ボタンあるとこはでっかいんだよ。でかくないでしょ、違うわ、これ。ボタンじゃない。だから左にスタードローとか行くんじゃない。誰か、あれ教えてくださいね。分かる人だったら。もうズル使うわ。俺もう、なんかクリアするんだったら、手段選ばないから。これで、なんか見つかるかもわからないしね。鍵とかが。もうなんかさ、その周りもこう、こんなんしたしね。これでいいんじゃないですか。これはもうずるいんだよ。ほんとずるいからね。はい、終了。わあ、なんか難しそうだったな、最後。なんか海の上だったよ。なんか、あんなんも浮いてたし。あれ意味あんの？うわあ、ここかー。てか、4面って何？もう、あと、こことかクリアしたら、早いよね、だって。だって、なんか、ここ攻略してから、もうほとんど一方通行で。あ、そんなもんか。4面って言ったら。で、8面ぐらいだったらなんか、全部の面がガチ難しくなってるんだろうね。長くて。もうこれをクリアしよっかな。おぉ、懐かしい！懐かしくっていうか、そう、スーパーマリオワールドっていうのは、本来これなんだって。ちょっとあれくれ。キノコ、よしよし、真剣にやろう。お化け屋敷難しかったわ、本当に。うわー、なんか訳わかんない。もう強固突破危ない。あ、ダメか、強固突破ダメだよね。その強固突破ってのは訳は分かってないっていうことだからね。そう、なんか車の運転でもなんかパニック障害みたいな
ってことだから。あーていうか、これ1面はクリアしたのか。あのなんかズルしてね、ズルしてクリアしたんだよね。あーなるほどな。まあ1パートにつきで2面ぐらいクリアしたらまあなんかいいかなと思ってるんだけどね。本当はね、3つも4つもやりたいけどさ、感染下手くそ。あ、危ないって。危ない、あれ取ったらダメなんて。あれがなくなるでしょ。あのさ、あの全部滑るんだってさ、あのわかんないと思うけどさ、あー大強ことぶけこと、あー羽をくるやつ。あのさ、装備は相当強いんだって。羽なくなってで、キノコなくなるっていうあれだからさ、あ、わけわかんない、もう無理だこれ。おおやっぱ強固突破の方がいいのか。あーわけわかんない、わけわかんない、あーわけわかんないよ、わけわかんない。あれ取りてえなー、あと羽ね。あずる、そうきた、それずるいね、それ。あーあーもうもうもう取っちゃうな、取っちゃった。うわ、なんか来たし、早くしろって。あー危ね、おし中間取った、6本か。もうこれクリスはやめよう今日は。もうあのダメだ、疲れる。うわびっくりした。ただの普通のね、回転だよね。どこにでもある。危ねえ危ねえ。いやーなんだこれは、なん、っていうかあそこのなんか気になるよね、なんか墓のそのなんかジョイント部分ってもう長いでしょ、砦ってなると。おお、あ、これね、下の下ってあるからね、どうしようかな。いや、やめとこ。それでなかったらもう、なんで、またここまで来るのめんどくさいしさ。クイックセーブとかが解禁だったらであるけど、あれ？ああ、そういうことか。これ、面も広くなったよね。昔のスーパーマリオってその天井がなかったわけよ、スーパーマリオ1って言ったらね。危ないな、もう本当に危ないって。ちょうだい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 、危ない。え、これいけるの、ちょっと待って。あ、そうだな、そらそうでしょうな、多少ね。ああ、これね、あのなんていうか、見てる人はそんなわかんないと思う。全部滑るんだよ、どこの床でも滑るんだよ、くる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 。左行けってか、くそー、どうしたのかな、こっちから行けるの。危ないってもう、分かってるわそんなもん、無理じゃろ、急いでいけるもんじゃないじゃろ。危ねえ、なんか生まれてきたし。おいしょ、あー、うわー、しんど。ダメだ、もう、ダメだ、疲れてるからもうやめないと。待って、こっからってさ、あぶねえ。あ、ダメだ、収録時間まだなんとかいけるけどね。いや、もう今日これでやめよう、収録ちょっとはなんか、あの結構もうこれアリアランスもうオンエアされてるからね、もう2、3パート見てるんじゃないの、もう
20% で見るにはあと、なんだ10何日か後か、でも先行かないと、そうそう、どうせこうなるんだよね。あ、しまった。あ、でも中間からだったら、そう、なんか装備持ってくればいい。じゃあ危ない危ない、装備持ってこよう、装備持ってこよう。人はね、その多分10分15分から見てるだけだ。結構難しいよこれ。やっぱりそうね、やっぱいろんなゲームもあるけど、やっぱりこのゲームもそうだし、いろんなゲームもみんなやってもらいたいよね。もうこれ言ったら、もう言う、これってさ、まあ、確かにスーパーマリオワールドはワールドだけど、もうほとんど新作に近いよねこれ。だからスーパーマリオワールド2になってるんかわからないけど、もう全然新作、まあなんか新しいゲームを買ってきて遊んでるみたいな感じ。次頑張んなきゃな、次頑張る。危ない危ない、ちょっとどいて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 、あれ多分ね羽じゃないんだあれ。あー危ない、あー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 、もう見ちゃ折れないでしょね。こっから頑張るくらいなんかいいんだろう。危ないってで、こうやってしかも上登る、あ、そうか、ここか、危ない。297秒あってさ、さっき行けなかったの？なんで？おお、びっくりした。なんかこういうのができなかったんだよね。危ない危ない。あ、それね、潰れたら困るからだろうな。なんで持ってるかっていうと、あの盾です。さっきよくあのタイム100秒も切ったね、そんだけ。ああ、もうっていうかね、見てる人わかんないよな。あの光るんだよね、光るんだよね、滑るんだよ。知らなきゃいけないのか。長いんだよね、それが長い。あ、なるほどね、こういけってか。もうなんかわけわかんないよ、そうなったらわけわかんないから、早く、ほらまたほらね、もうあ、もうこれボスか。よしよしじゃ、頑張る。おお、そういうの。俺はこっちだね。なんか効かないもん、ファイヤー。おーおーおお、なんかもう分かんないよ。あの、ほんで、あの、何回も言うけど、あの、滑るからね。あ、危ない。あ、そうか、そうか。懐かしいな、なんか。そう、なんか懐かしいよ。危ないって。分かってるじゃん、無理だよ、どうしたら。うまい、もう息が止まらん、息できなかった。よし、これでもうやめよう。あー、今日疲れてるので、もうやめたいと思います。あ、黄色出てきたね。ちょっ
ょっとやるか。セーブして、ちょっと待って、スロー変えて、スロー変えて、セーブして、で、ちょっとやるわ。うわー、もうなんか、ダメだ、こんな。あー、なんか、うわー。これでも、だから赤だよ、これ。赤。これ。赤があるんだよ。ちょっとだけさらにやってみるか。こいつ、あ、というかなんでだろこれ。下手くそすぎるな。もう結局もうなんか難しくなってきてる。なんか最初からそうだったけど、あーもう触りでちょっと先見たいだけなのに、それもできないよ。あいつ自分で死ぬんだ。で、ここが、なんか分かってなかった。もうね、こういう、ほら、なんか、こういうののオンパレードだから、ほら、なんか危ないって。爆発しないんかい。あ、爆発した。なんかね、スーパーマリオ3とワールドの融合みたいな感じ。なんか、今更だけど。危ない、危ない、危ない。でね、下手くそと思うだろ。滑るんだって。これは絶対上からまたがないといけないからね。目が痒くなってきた。あー、もしもこう、こういうの、あー、わかったね、今。上になんかあった、雲が。よし、それでは、終わりたいと思います。